剣道家チャンネルの吉田勤です。今日は東京女学館大学修練祭に来ました。町田市内にありまして、毎年行かせていただいております。以前にこのインターンシップでこの学生さんが参加してくれましたので、毎年行っておりますが、このインターンシップの案内もさせていただいております。ところで今日学園祭修練祭と言いますが、その中で初めてこのビンゴゲームを私もいたしました。2枚買いましたが、そのうちの1枚が当たりまして、これは当たらなかった方の1枚なんですが、この近くのジョイポリスのチケットをいただきました。ペアチケットだということですので、この2人で行くことになりますが、奥様と行かせていただこうというふうに思っております。今日は東京女学館大学の修練祭に、学園祭に参りまして、この中を見学をさせていただいたり、あるいは食事をしたり、こうした催しに参加させていただきました。明日はこの南美子さん、我々にとっての世代では非常に有名でしたが、このアナウンサーだったアナウンサーの南美子さんが来られて、この講演をされるそうです。ぜひ来たいものですが、明日は別の予定がありましたので残念ながら行けません。吉田勤でした。